コスプレっていうクルーの EP がちょうどジョーカーっていう名前で売ってるんで、で今日も10枚ぐらい持ってきて1枚1000円で売ってます。あとバチスタのセカンド EP もあるんで、まあ、今日はあるか分かんないけど、まあ今流れに乗ってるんで、みんなどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。OK、 も買ってあげてね。ラッパーがうまく生活できるように。じゃあジョーカー、まあこんなバトルした後なんで、なんか軽く説明すると、俺中学の時にラップ始めて、高校でやめて、でラップを始めたから、別にライブはいろいろあるんですけど、俺それで大阪でラップ始めたけど、東京に来たから、ここにいるみんなももっとライブ見せて、自分の気持ちを信じさせたいと思ってるから、これからライブあったらツイッターフォローしておいてください。はい、1個目のトーナメント優勝はアースザヒントです。おめでとうございます。ピンクスにも大きな拍手お願いします。アスザキ、じゃあ、なんかあれば、誕生日おめでとう。誕生日おめでとう。ありがとうございます。まあ、ツイッターの画像貼ってもらえばいいっていうのと、あと、今年の冬にミニアルバム出すんで、まあ、100円もヤバい人いるんで、よかったらチェックしてください。ありがとうございます。ありがとうございました。俺は俺だけ、ただ進むだけ、ああ目の前に誰が来ても俺は変わらねえ、ああ歌いたいことがある、仲間と遊びたいからこそ、俺も渋谷で声を放つよ。間違いねえ、お前が誰の前にいてもラッパーであるために、俺もラッパーであり続ける理由を見つけた。ここに誰が何人いようと関係ねえ、3年1組のおめえら見てるか、もう一つの顔だぜ。 Yeah、 当たり前、ホームルーム開いてた、俺はキールの頃から知ってるぜ。大丈夫、俺の言葉でみんなの頭を振らす、心を掴んで離さないとバスを受けるよ。いつでもそう、俺ならビップ、可愛いビッチがまたつけるリップ、優しすぎるライクがなるでチープ、圧倒的スキルとステージング。ワイヤー今縛ってるバップが前のはどっちか、でさ起こしに来たのは耐えかの返しと、か鳴らす太鼓の達人。疲れた顔してマシュマロボディ、自分の体から現実逃避してるのは君の方じゃないの、俺が生かしてる勝利のストーリー。 Yeah、生き残り、俺のがいいのが耳の残り、お前ぶち殺す時間で。じゃあ生き残り、俺たち貧乏人かつ貧乏人、いい上司、お金が取った金曜日、真っ赤な両目の信号機発信、キキ俺なら引っ立て、目の前二人でまた向かい合う、ならまたこいつはフリースタイル、お客の最近の興味フルーツ。お前高校辞めたんだな、俺が教員になりてえ理由、おめえみたいな生徒を高校辞めさせねえため。お前みたいなやつの心の理解者が必要だろう、授業を教えるんじゃなくて心のケアだよ。それができるかどうか、先生は教員としてお前たちみたいな生徒のケツをちゃんと拭いちゃいけないといけねえから、便座は温めた、ウォシュレットついてるから安心しろ。まあそう言うなら俺も教わることがあるのかもしんないけど、正直もう俺の人生に国語や数学は必要なくなったんだ。道徳も道徳が大事な音楽だろ、わかるかよお前ら。俺はただそれをずっと信じてる、別に高校辞めたやつがどうとかじゃねえんだよ、高校辞めてもやりたいことを続けてマイク握ってんのが俺だよ、お前らに伝えるよ。お前の言いたいことバッチリ伝わったから、高校辞めても大学に進学しても、いい大学に行ってもやりてえことが見つかんねえやつだっている。どこに行くかじゃねえ、そこで何をするかだよ。Yeah、 俺は言いたいことも自分のマイクに注いでる、各地にばらまいている俺の魂、渋谷ファミリーのマイクが分類箱になっているからさ、ステージ凪に食事の時間だぜ。何マイク豚に真珠、俺は言いたいことがあるから歌い切る。久しぶり知らぬいがいったビルティンキャー、yeah、 それでいつかお前のことはよく知ってるよ、プロプスがすごいからお前と戦えて嬉しいと思ってます、お願いします。俺はプロプスなんて気にしてない、自分を提示しにここまで来てるだけだ、大丈夫、右手タバコになって観光地、今日迎えた誕生日。地元の先輩もどうでも、ぶち殺すだけのラップ見てくれよみんな、俺がここで上げて弾くだけ。じゃあ地元の先輩対してお前が過ぎると、共に感じてる限界、まだ俺その話も関係ない、マジで肺活、俺は断然肺。いや、なんやお前その金髪、白いな、北海道好きだよ、いや、おっぱい大好き、すすぎの、いや、東京よりも全然安いよ、いや、まあそんなことよりもとりあえずはまあ誕生日おめでとう。いや、ありがとう、俺も今日生まれていろんな人に囲まれて生きてこれたぜ、大丈夫、お前が雪の頭突きの見てるぜ。
てあの日の夢の続きは、ああこいつめといてる間に俺に目とした金は全て返す、つまり全部返す、オールバック、俺は勝ち上がるぜ、オールジャンルよ、持ち帰ってく今のノリ、手札の浄化でする都落ち、詰まることはね、俺もどこまで行くかわからねえ、どこかヘッドの頭の中で言いたいことをただリロード、もう負けだよ聞いていきましょう、先行ディアティキック、ここジョーカー、少々ジョーカーいいよいいよ、話せ話せ、今まで結構バトルやってたんですけど、9月21日に横浜でホームルームっていうイベントがあって、それ自分とアツアが田町の中ではライブするんですけど、今チケット持ってるんで1500円で買えるんで、まあ、3枚ぐらいしか今持ってないんですけど、もし自分のライブ見たいっていう人いれば声かけてくれれば売るんでお願いします、ありがとうございました。じゃあ決勝戦いきましょうか。夜コンパしきる、地獄で生きる、イエローモンキーも木の上で散る、いや木の上で散る、その木から落ちているアダムとイブ、赤いリンゴも黄色いリンゴもエネミーコントロール、自然にスイッチ、チャカさんに音量下げてる時点でプロテクトでないで、だってお前も優勝同定ないでて、マイクに声同定ないで、まずはスローダウン、音に乗ることできてない奴は意味なら、俺は音の上歩く不老者、薬より笑顔を売るブローカー、俺のバスドン、ウェディングでバスドン、うまく上げるフォン、オペラでダクション、いやどこでもやれってのそれだけやれってのそれってよ、それと間違うどこで見せてく、お前は楽しいやつだけどさ、よ俺はこいつと一線を隠してる、俺に手あげたやついい選択をしている、俺の熱さはミラドーバー、踏み潰すでこいつのエアホースマン、お前がサイファーに磨いた即興ウィングをクレイジー、深海は良好、また常に赤目に開いた瞳孔、首を勝ちに来たリヴァイ兵長、俺はお前と戦ってるのが楽しい、こういうステージも初めてだけど、また来週も来よう、もうやめたんだよ、バトルで殺し合う、己の心の気持ち出せ、楽しむテニエリからディセンバー、プレハブから新築一軒家、金稼いで俺もやりたいことをやる、それだけで寝てた俺は声だべ、俺は俺だけ、君も君だけだろ、俺も MC としてやることがある、ステージにかましてなんぼ出せラッパー、 You know that?他と違うもの見せる、俺も MC だから肌はゲロ、別にお前に消えろって言わねえから、来週もこの場所でラップしてろ、ふっと明るくこの服と秋に着てる熱情がふっと、気に入らないやつなら食っ飛ばす、着てる服ずっと気に入らない、ああ聞いたらハンドオープンツーアイズつってまた目つぶってラップしてんだら改善点が一歩もないね、俺もファミリー遊びまくり、お前のことは嫌いじゃない、だけど好きなのタトゥーオタプシ、また銀座で購入ビトンとグチ、昔はしまった商店負け、だが鮮明が俺の足止めっちゃね、 Yeah Yeah Yeahみんなに合わせてラップもできないやつが何してるのかもわからねえ、負けたこともただ自慢してるだけで、どれもバトルにはならないから、このバトルは成立しません、マジマジマジ何しているかがわからないからはしっかり伝えてくれよ、お前からはまず得ることできない挑戦状、とりあえずお姉さん誕生日おめでとう、お前テレビで見たことあるよね、それだけで戦えて光栄、あ、でもこの反応誰とに間違えてるか、あ、ごめん、なんか NHK 出てたって思ったんだけど違った、いや、なんやお前そのネックレスめっちゃ重たそう、よ、グラサンの掛け方間違えてんの、よ、かかってこいよ、さあ出てない俺なら NHK でもお前スキルがお前と全然違う、出てない NHK NHK 別名熱源、俺ならレペゼン、恋はイケてる言葉入ってるし、お前よりもイケてるライミー、俺は未だに履いてるナイキ、いや、yeah. よ、レペゼン恋は確定しか止まんねえからな、いや、いや、新恋はの方が新ついてるのに、上って話はどういうことだ、いや、yeah. 俺はタクシードライバー、お前の顔面に縦列駐車、いや、yeah. そういうことだ、クソガキが、でもラブフェーだ、恋はには止まらない各駅停車、俺が全部が革命せや、なくなっちまうぜ悪エリア、俺のライブで学兵だ、立ちまんは他手のリヴァイ兵長、見せてやるぜ、これなら教えるよ、あ、
るの